皆様大変お待たせをいたしました。これより葛飾柴又重要文化的景観選定記念イベントの開会式を始めさせていただきます。改めまして本日進行を務めさせていただきます葛飾 FM 大越真理子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしまして青木克則葛飾区長よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。昨年の2月に国の重要文化的景観にこの柴又が選定をされました。その後本当に多くの皆さんにこの柴又を訪れていただいております。参道はもちろん町のあちこちに多くの皆さんがおいでいただいて、そして楽しんでいただきました。本当にありがとうございます。もちろんこの柴又では夏の花火、そしてトラさんサミット、いろんなイベントが行われておりまして、その際にもたくさんのお客様おいでをいただき、この柴又の素晴らしさを楽しんでいただいております。そして今回は1周年を記念をいたしまして、ライトアップ、そして今日はプロジェクションマッピング、そしてスタンプラリー、いろんなことを行いますので、ぜひ皆さんにはお楽しみをいただきたいと思います。また7月には寅さん記念館のリニューアルオープン、寅さん、そして合わせて山田洋次ミュージアムのリニューアルオープンも行われます。この後もいろんな形でこの柴又の素晴らしさを多くの皆さんに知っていただく取り組み開催をいたしますので、ぜひ多くの皆さんに楽しんでいただき、合わせてこの良さをですね、多くの皆さんに広げていただきたいなというふうに思っています。この場所には最近では外国のお客様もたくさんお見えいただいております。外国にも有名、そしてこの葛飾柴又の下町の良さがさらに多くの皆さんに知っていただけるようよろしくお願いをいたします。この後のプロジェクションマッピング、私も楽しみにしております。皆さんで一緒に楽しみましょう。今日はどうもたくさんおいでいただいてありがとうございました。それではご来賓の方よりご挨拶をいただきたいと存じます。はじめに葛飾区議会を代表いたしまして議長の筒井貴久様、よろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんばんは。ご紹介いただきました区議会議長の筒井貴久でございます。本日も多くの区議会議員の皆さんと一緒に参加をさせていただいておりますが、葛飾区議会を代表しまして一言ご挨拶を申し上げます。まずは昨年2月ここ葛飾柴又が都内で初となる国の重要文化的景観に選定をされてから1年が経過をいたしまして、そして今日ここにこのように大勢の皆さんにお集まりをいただきまして記念イベントが開催されますことを心から嬉しく思っております。さてここ葛飾柴又といえばやはり大教寺、大作展ですね、そして参道、また矢切の私などがイメージをされると思いますが、今回の重要文化的景観はこの地域全体、ここに住まう人々の生活そのものが文化財として選定をされましたことに、やはり私区内に住む者としても大変誇りに思っているところでございます。そして今年は男はつらいよの映画第1作目が公開をされてからちょうど50周年の年になります。また12月には22年ぶりに制作をされております新しい作品も公開を予定をされております。多くのことでまたここ葛飾柴又に大勢の観光客が来ていただけると思っております。そしてぜひとも大勢の皆さんにこの柴又の良さを実感していただきたいと思っております。私ども葛飾区議会といたしましても、これからも柴又ならではの趣のあるこの景観を後世に伝えていくためにできうる限りのお力添えをさせていただきますので、どうか皆様方におかれましても引き続き変わらぬご尽力をいただきますよう改めてお願いを申し上げます。
結びに今回のイベント開催にあたりまして準備の段階から多大なるご尽力をいただきました斉藤実行委員長をはじめとする関係者の皆様に心から感謝申し上げますとともに本日お集まりいただきました皆様方のご健勝ご多幸そして何よりもこのイベントの大成功を心からご祈念申し上げまして挨拶とさせていただきます本日はお招きをいただき誠にありがとうございます筒井様ありがとうございました続きまして本日ご出席いただいております都議会議員を代表いたしまして野上純子様よろしくお願いいたしますこんばんは東京都議会議員野上純子と申します本席には葛飾区選出の米川都議そして船坂都議もお見えになっておりますけれども代表して一言だけご挨拶をさせていただきます昨年東京都でこのプロジェクションマッピングの予算がついたんですどこの区がこの予算を引っ張ってくるかいろいろありましたけれどもちょうど柴又が国の重要文化的景観に選ばれて素晴らしい場所であるということでぜひ柴又でこのプロジェクションマッピングをやってはどうかということで議会でもいろいろと質問をさせていただき予算をつけさせていただいたことが経緯でございます今日はちょっと寒いですけれども上限の月も見守っている中で本当に10分間ぐらいだと思うんですけれども十分に皆様楽しんで帰っていただければと思っておりますまた今日とそして明日も行っておりますので今日見られた方はご近所の方とかにも素晴らしかったよと伝えていただいてさらに明日も大勢の方がお見えになるようにご協力をいただければと思っております斉藤実行委員長を中心にこれまで準備をされてこられた区の関係者の皆様本当にご苦労様でございました大成功を祈っております以上で終わりますありがとうございましたのがみ様ありがとうございましたさて本日はただいまご挨拶をいただきました方々のほかにもたくさんのご来賓の皆様にご参加をいただいております本来であればご来賓の皆様お一人お一人からご挨拶をいただきたいところではございますがお時間の都合もございますのでお名前のご紹介に変えさせていただきますなおご挨拶をいただきましたご来賓の方も改めてご紹介申し上げます葛飾区議会議長筒井貴久様葛飾区議会総務委員会秋谷里明様同じく黒柳常治様同じく川越誠一様同じく三子田純一様同じく小林仁様葛飾区議会議員久保陽子様同じく向江澄江様同じく宇手名秀明様同じく米山慎吾様同じく梅田信俊様同じく相田博貞様同じく鈴木信之様同じく須田恵里奈様東京都議会議員野上純子様同じく船坂千佳雄様
同じく米川大二郎様、柴又地区連合自治町会会長渡辺立春様、亀有警察署長田村浩二様、金町消防署予防課長大塚若吉様、葛飾柴又の文化的景観保存活用推進委員会文化庁調査官青木達治様、葛飾柴又の文化的景観保存活用推進委員会瀬尾茂様、同じく木暮隆一様、ご来賓の皆様にはご対応のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。続きまして主催者側の列席者をご紹介いたします。葛飾区長青木克憲、一般社団法人葛飾区観光協会副会長藤田幸宏、同じく竹本和夫、葛飾柴又重要文化的景観イベント実行委員長斉藤勝司、葛飾柴又重要文化的景観イベント実行委員戸室昇、同じく石川浩太、同じく関増義、同じく天宮久義、同じく岩崎純也、以上でご紹介を終わらせていただきます。それではここでもう一方ご来賓の方がいらっしゃいましたので、衆議院議員の平沢克栄様よりご挨拶をいただきたいと存じます。遅くなりまして申し訳ございません。この私たちの住む柴又が文化財保護法でいうところの重要文化的景観に選ばれましたことは私たちにとって大変な喜びでございます。しかも東京で第1号で指定されたわけでございまして、第2号じゃなくて1号ですから、それだけ大きな重みがあるわけでございまして、皆さん方とともに喜びを分かち合いたいと思います。この柴又は歴史、伝統、文化、そして生活、街並み、こういったものが息づいているわけでございまして、これらが高く評価されたわけでございます。まあ、これから多くの方がこの柴又の地を訪ねてくれることと思いますけど、そうした来られた方々にぜひ柴又の素晴らしさ、良さ、歴史、生活、文化、こういったものをぜひ体感して、それらをそれぞれの地域に持ち帰っていただければと思います。今日本はいろいろと各地で世知辛い、そしてギスギスした世の中になりましたけども、ぜひこの柴又の触れ合い、そして人と人とのつながり、こういったこともぜひおいでいただいた方には感じていただき、そして接していただきまして、それを全国津々浦々に持っていっていただければと思います。そうしたことを通じまして、日本各地がさらに住みやすい街になりますよ、そして世界が住みやすくなりますよ、そして柴又がさらに発展されますよ、心からご祈念申し上げて、お祝いのご挨拶に返させていただきます。おめでとうございました。平沢様どうもありがとうございました。それでは開会宣言に移りたいと存じます。
ご来賓の皆様におかれましては、こちらのお席ですとプロジェクションマッピングが見えづらくなっておりますので、後方のご観覧エリアの方にご移動をお願いいたします。さて、文化的景観、あまり馴染みのない言葉だという方も多いかと存じます。平成16年の文化財保護法の改正によって位置づけられた新たな文化財の種類の一つで、その中でも特に重要なものを重要文化的景観として国が選定するものです。その土地ならではの風土の中で、古からの時間を重ねて形作られてきた人間と自然との共同作業によって生み出された景観のことを言います。葛飾柴又の文化的景観は、柴又帝釈天や矢切の渡し、参道の町並みとともに、柴又の鎮守八幡神社や菩薩新松院、そして柴又帝釈天を守り支えてきた人々によって、今日の葛飾柴又の景観が育まれ、大切に受け継がれてきたもので、その歴史的文化的な価値や柴又ならではの情緒、風情といったものが評価されたものでございます。それでは開会宣言でございます。柴又帝釈天として親しまれておりますこちら共栄山大教寺の鐘つき堂鐘楼堂は、昭和の大戦が終結して10年という節目に、平和と鎮魂の願いを込めて建てられたものです。以来毎日朝6時、正午、夕方6時に鐘がつかれ、柴又の町に平和の時を告げております。これより斉藤勝司葛飾柴又重要文化的景観イベント実行委員長の開会宣言とともに、葛飾柴又の文化的景観のシンボルともいえる柴又帝釈天の平和の鐘の音で重要文化的景観の選定を祝しますとともに、選定の記念とし、そして柴又の歴史や文化を表現したプロジェクションマッピングの第1回目を開幕したいと思います。この鐘をついていただきますのは共栄山大教寺ご住職望月